その人数は無理だ。え、なに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 、ダミシンタロウ、ダミシンタロウの二郎ですか、ね、はい、はい、いや、まあ気持ちよくなっとこうと思って、生贄に叩きました。じゃあ行きますかね。はい、お願いします。いやー、まあ決め打つぐらいじゃないと無理だよね、あの感じね。全然話詰まってなかったもんな。ダミックだ。もうやる気なくすってこれ。よいしょ。ナイス。4番目。当てます。当たり。手で直しました。お、高くて。神が。マットないです。ナイス。サカプテ神。移動ね。まあいいでしょ。ちゃん死ぬぞこれ。梅剣さ、梅剣さ、梅剣さ、梅剣さ。俺怪しいと思わない？どういうこと？何が？いや、梅剣とメインホールはキー。俺配線タスク梅剣やってる。俺が除染タスクやってるから、俺が停電直せるわけないのに、なんかそれで死人情報出さないのめっちゃ怪しいなと思っちゃったって。あ、逆にね。あ、僕が怪しいことですか？あ、高野さん直してないの？あ、あの直してない。それどころじゃなかった。それどころじゃなかったんです。どっちも様子がおかしいぞ。すっ。あら、あら、富士見はね、武器庫上はいる、うん、展望だと思います、展望。あ、そうなんだ。なんかね、そう。はい、僕がキッチン脇、展望ダウンロード、アップロード終わって、コミサボ直しに、出ようとしたときに、キッチンから展望に入ってきて、で僕、今、武器庫下ぐらいなんで、多分5、6秒以内ぐらい。バイタルからエリキ入ってきた人ってないですか、ドア来て。何秒前ぐらい？あ、まあ 10秒弱前ぐらいかな。まあ僕かな、多分。あ、だったら多分新様は無理か。僕エレキでガチャガチャやって、その時僕1、2、3番ぐらいにいて、でドア開いたんだけど、目線がもう、あの、自分じゃない、コックピット金庫からの弁当しかないです。キッチンからの介入は僕が否定できます。コミュニサを直した人教えてください。はい、ネロちゃんか。じゃあネロちゃんは無理。無理ね。プテさんがコックピットに入ってるのは知ってる、はい、梅健さんって僕にしろ打ちますか。いや、逆に一番ヒットで怪んでるけど。あ、そうなんだ。僕はダウンロードやつって見えてないんだけど、梅健さんってダウンロード終わってますか？終わった。終わってどこ行きました？うん、プテさんの横にいる。じゃあ僕白いじゃん。なんで？なんで？なんであれ？僕は白い。それは白。え、なんで、ベントが使えて、僕がダウンロード中、プテさん見えない、ベントで下に行って、戻ってきてる。武器側から言ってんのは僕視点だと、ネロちゃんとか魚さんにも証明してもらえるかな。あ、いや、だとしてもコックピットで切って戻るがあるから、白じゃない。クドシェリフでこれもう1秒以内です。キルクルほぼ、あ、どうしよう。あ、1秒以内なら無理無理。じゃない1秒以内なら無理無理。それは無理だ。階段分岐さんにも。魚さんどこ行ったんですか？いや、俺はね、コミュニケーションのダウンロード終わったタイミングで、ネロちゃんが多分右の方にチラッと見えてるから、誰かが見えてたって感じだから、ネロちゃんだったんだなと思ってるから、ネロちゃんには白打てる。え？ダウンロード絶対終わんないっすよ。え、終わってる。また、アップデートさんが俺がコミュニケーションの方に入ってくの見えてるはずだから。ダウンロードは終わると思う。僕がね、7割ぐらいまで終わってて、魚さんはコミュサボダウンロードだから、終わると思う。最終アーカイブ。で、貨物から高田さんって上回りですか？ん、そうだけど、ハトサコ扉が開いてたんで。ハトサコどこ、アーカイブの？アーカイブに入ったとこです。もうダウンロードのとこ。おー、そっちか。
左側にいる人結構怪しく見えちゃうけどな。高田さんはアーカイブないですか？じゃあアーカイブない。あ、ないな。本棚の右上らへん。ネロ神？え、ネロちゃんないでしょ。俺、小見さんもネロちゃんないと思う。神さんしかいないでしょ。本のね、右上から右下見えないっすよ。駆動目線でもないと思う。小見さん直してるから。ないけど。坂部ってクソ怪しくね。スケートリンクマンがいた。スケートリンクもいるぞ。え？慎太郎くんは切ってた。その人数は無理だ。え？なに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 ？ガミ慎太郎。ガミ慎太郎の二郎ですか？はい。あー、そういうことか。ネロハタ駆動の3人で行って、ハタサコが切られたってことか。そう。あー、なるほどね。あー、じゃあ、もう、ガミ慎太郎だ。なんで真ん中から。なんで真ん中のふわっと。慎太郎くん、慎太郎くんで。はいはい。待って、ガミさんに入れちゃったよ。え、なんで？あ、じゃあ、ガミさんから。割れろ割れろ割れろいや、それ割れろいいよ、慎太郎でいい、慎太郎でいいよ。割れろ !44 だ !44 だっていうかね。え、割れないから。え？魚はガミさんに入れました。そう、プテさん、いや、あ、じゃあ、あのね、プテさんが最初にガミさん入れるって言って、それに多分魚さんが乗って入れて、で、その後、新様ってなったから、ちょっと待って。いや、これ、まずちょっと待って。僕大事だな、これ。俺は慎太郎に入れた。僕は、待って、醤油をアルマさんスキップしたらどっちか釣れません。あ、ガメさんそれまずいですよ。クドタカが、おう、あ、確かにスキップありだな。ちょっと待って、クドタカが新様ですよね。クドタカネロじゃない？クドタカネロで、サカプテがガミさんで、ガミシンがどっちか割れろとか言ってるってことでしょ。あ、確かにこれスキップでいいな。いや、スキップにガミさんが入れてる可能性はないの？だったら別に大丈夫なの？だとしいや、ガミさんがスキップだったら大丈夫。新様が釣れる。そう、投票的に多分新太郎が釣れる。あ、1、2、3。いや、あ、いや、3、3はワンチャンあるな。え、ま、勝負。あ、危ない危ない。どっちに入れたんだ、結局。なんだよ、今の。誰だマット。いや、まあ気持ちよくなっとこうと思って生贄に叩きました。贄にされた。あ、マットもいなかったのかな。え、ちょっと僕ガミさん投票しちゃったから、スキップならワンチャン三三だった。そうね、危なかった。マット誰だ。イズイトゥフジミヤ。フジミヤか。フジミヤってちょっとあ、初手死にか。ああ、じゃあ、うん、あーは、どうしようもないな。じゃどうしようもない、どうしようもない試合だった。絶対無理。